プラッツ大泉は東京都練馬区東大泉の東映東京撮影所敷地内にあるショッピングセンターである。1983年4月23日開業。リビンオズ大泉店を各店舗として専門店としてユニクロ、ABC マート、銀座工事コーナーなどが出店する。最寄り駅は西武池袋線大泉学園駅だが駅からは 1> 約1キロメートル程度離れている。店舗前の道路、東映通りを挟んで向かいにある、シネマコンプレックス、飲食店などからなる複合施設、OZ スタジオシティと対応なしている。なお、この施設は、ティジョイとプリンスホテルが共同運営している。 1980年代のセゾングループによる特徴的な建築デザインは当時から高く評価され、開業翌年の1984年に商業空間デザイン賞、照明学会賞を受賞している。前面のシースルーエスカレーターが目立つ店舗は地域のランドマークともなっており、テレビドラマの撮影などにも使用されている。1983年4月23日、 東映東京撮影所のオープンセット跡地に開業した。オープンセレモニーには、東映側から岡田茂、声優側から堤見聖司が出席した。開店後の同年4月29日には11万人の来客を記録したと東映の写真、クロニクル東映に記述されている。各店舗である、リビングオズ大泉店は、ショッピングセンター開業と同時に、 声優オズ大泉店として開業。その後オズ大泉西部店の名称を経て、現在のリビグオズ大泉店となっている。西部百貨店池袋店などで開校していた、カルチャーセンター、西部コミュニティカレッジを、オズ大泉店でも開業以来、声優コミュニティカレッジを大泉として開校してきた。コミュニティカレッジの受講者向けに、大泉学園駅北口から、 無料シャトルバスが運行されていた。シャトルバスは西部総合企画大泉営業所が運行住宅しており、ライオンズカラーの日産、シビリアンが使用されていた。2009年12月31日をもって、コミュニティカレッジは終了となり、無料シャトルバスも同日廃止された。ありがとうございます。